午後のリサイタル。今日は大沢清弦楽四重奏団の演奏でハイドンの弦楽四重奏曲ひばりとショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲第1番から3つの楽章をお送りします。大沢清弦楽四重奏団は NHK 交響楽団の30代半ばのメンバーで作られているグループで、第1バイオリン大沢清、第2バイオリン金田幸男、ビオラ大久保嘉人、チェロ田沢俊一の皆さんです。それでは最初の演奏はハイドン作曲弦楽四重奏曲二丁調作品64-5ひばりです。
ハイドン作曲弦楽四重奏曲二丁調作品 64-5 ひばり、演奏は大沢清弦楽四重奏団でした。次はショスタコーヴィチが交響曲第5番に続いて完成させた弦楽四重奏曲第1番波長調作品49。今日はその中から第1楽章と第3第4楽章をお聴きください。
Thank you.
ソスタコーヴィチ作曲、弦楽四重奏曲第1番、破調調、作品49からでした。午後のリサイタルを終わります。